皆さん、こんにちは。トレンドリアです。気がつけば、1月も終わって、2月になりますね。皆さんは、新年どのように過ごしましたか？韓国では、毎年1月後半から2月前半になると旧正月の季節になります。2024年も、そろそろ旧正月の時期がやってきました。そこで今回は、少し先取りして、韓国の旧正月ソルナルについてご紹介していきます。韓国の旧正月にはどんな伝統があるのか、日本のお正月との違い、そして最後には、この旧正月の時期に渡韓する時の注意するべきことをご紹介するので、ぜひ最後までチェックしてください。それでは、早速見ていきましょう。まず、韓国のソルナルって何？について、簡単に説明します。ソルナルとは、韓国の旧正月のこと。1月1日をションジョンというのに対して、クジョンとも呼ばれています。韓国では、陽暦の1月1日よりも、ソルナルの方が大きな行事として祝われています。そんな旧正月ですが、今年2024年は2月10日が当日になります。前日、翌日も祝日になり、振替休日が適用されるため、2024年の旧正月連休は土日を含め、2月9日から2月12日までの4連休になります。それでは、次に旧正月ではどのようなことが行われるのか、見ていきましょう。ソルナルは親族や地域の人同士で挨拶をしたり祭事を行ったりします。最近では、この連休を使って旅行に行く人も多く、過ごし方も様々だそうです。ソルナルを迎えると、気分も新たに出発するという意味を込め、新しい服や靴など、ソルビムと呼ばれる衣類に身を包みます。特に子供たちは晴れ着として、袖の部分がカラフルな縞模様になった、セットンチマチョゴリという半服を着用します。セットンの色合いには厄除けや無病長寿などの意味が込められているそうです。そして、親族や近所の人同士で、セレと呼ばれる挨拶を行います。年配の人や目上の人に順にお辞儀をしていき、お祝いの言葉などを交わします。挨拶が終わると、大人たちは、子供たちに、セベットンと呼ばれる日本でいうお年玉を渡します。また、韓国ではチェサと呼ばれる法事を行い、神や先祖を祀りますが、ソルナルやチュソクでは簡易化したチャレを行います。サレイチャレについては、別の動画でもご紹介しているので、ぜひチェックしてください。韓国では、礼節ごとに食べられている代表料理があり、ソルナルに食べる料理の一つがトック。うるち米で作った餅と野菜などを煮たスープで、このお餅は長寿の意味を込めて、カレトという細長い餅を薄く切って使うことが多いです。そして、ソルナルに欠かせないのがお正月遊び。日本にもたこ揚げやこま回しといったお正月遊びがあるように、韓国にも伝統的なお正月遊びがあるんです。韓国も日本と同様、たこ揚げこま回しといった遊び、そして、ユッと呼ばれる木の棒を使ったユンノリ、ノルティギという細長い板の端に乗った二人が交互に飛び上がる遊びなどを子供や大人が一緒に楽しみます。では、ソルナルに渡韓する際に注意するべきことは何かについて説明します。ソルナルは前日にピークを迎える民族大移動と呼ばれる帰省ラッシュが、各交通機関の特別切符はあっという間に完売します。高速バスや高速鉄道などを利用したい人は要注意です。そして、ソルナルの連休時に休業するお店も多く、市場などは閑散としています。もし行きたい、カフェや食堂などがある場合は、事前に調べてから行くようにしましょう。いかがでしたか？今回は、韓国の旧正月ソルナルについてご紹介しました。ソルナルの時期になると、韓国アイドルたちが半服を着て、挨拶をして、それを SNS にアップしたりしていますよね。ソルナルは以前紹介したチュソクに並ぶ、二大名節に挙げられています。この期間に韓国に旅行に行く人は、事前にリサーチして、楽しく過ごせるようにしましょう。